おはようございます。帝国になりましたので、これから本日の会議を開きます。ただいまの出席議員は16名で、定数に達しておりますので、会議は成立しました。本日の議事については、お手元に配布しました日程表によって進めたいと思いますので、ご了承願います。これより議事に入ります。日程第一、一般質問を行います。質問の順序を通告順とし、質問時間は答弁を含め60分以内としますので、ご協力のほどお願いします。議員閣議に申し上げます。一般質問は会議規則第61条第1項に規定されている通り、町の一般事務についてただす場であります。したがって、町の一般事務に関係のないものは認められません。また、一般質問は町長の個人的見解をただす場でもありません。議員会議におかれましては、十分にこれらのルールを遵守していただくことを求めます。次に、執行部閣議に申し上げます。能率的な会議運営の観点から、質問に対し、簡明に答弁されますようお願いします。なお、議会基本条例第5条第1項第3号の規定により、執行機関には反問権を付与しておりますので、議員の質問等に対し、反問する場合には、挙手の上、反問したい旨を述べた後、議長の許可を得てから反問してください。それでは、はじめに11番、海野隆史君の一般質問を行います。11番、海野隆史君の質問を許します。登壇願います。皆さん、おはようございます。早速、一般質問に入りたいと思います。今回私は3つの質問項目を用意しておりまして、まずその第一、阿見町のシンボルである桜の保全と利活用について質問をいたします。阿見町には昭和60年11月1日に制定された5つの項目からなる町民憲章があります。以来、阿見町は6次にわたる総合計画を策定して町づくりに励んできましたけれども、その施策の根底は町民憲章の理念を体現したものとなっているはずでございます。憲章 全文は役場庁舎入り口の石碑に刻み込まれております。同じ日に阿見町のシンボルとして、阿見町の木と花と鳥が制定されております。町の花は菊、町の鳥はウグイス、そして木は桜でございます。特に桜は花の美しさ、散り際の潔さだけではなく、樹形そのものや秋の紅葉の美しさなど、日本人の心に広く受け入れられております。予科練生の制服の七つボタンに桜に怒りでも神話性があります。まあ、桜の名所といえば、奈良県吉野の千本桜が有名ですけれども、県内のランキングによるとですね、日立市の上根公園、那珂市の静峰ふるさと公園、石岡市の日立不動の丘、水戸市の桜山、土浦市の騎乗公園、つくばみらい市の福岡関などがランキングされております。まあ、こうした県内の桜の名所に勝るとも劣らないのが阿見町の桜でございます。2022年10月に阿見町文化財調査研究会、樹木班が調査した茨城大学農学部周辺の桜という報告書がございます。それによれば、阿見町の桜は茨城大学農学部校内およびその周辺、その他の地域に多くの品種が栽培されております。されておりですね、園芸的には区別のつかないと言われる
100種近くの桜が植えられているということでございます。このように多種類の桜が植えられているのは極めて珍しいということでございます。そこで阿見町のシンボルである桜の保全と利活用について以下の質問をさせていただきます。1、茨城大学農学部国際フィールド農学センター、まあ、これは農場ですね、に面する桜遊歩道の遊歩道整備の経緯について。2番、桜遊歩道の管理はどこが行っているのかまた茨城大学農学部通り役場庁舎や各学校、爽やかセンター北側、センター西側の広場、運動公園の桜の手入れはどのように行っているのか、費用も合わせてお伺いいたしたいと思います。3番、茨城大学農学部農場の南側にも圃場と道路の間に遊歩道が整備され多種類の桜並木を鑑賞する機会が作れないか。4番、阿見町文化財調査研究会樹木班が調査した茨城大学農学部周辺の桜という報告書は極めて貴重なものだと思います。記録としてしっかり残し町民にも提供されるべきだと考えますがいかがでしょうか。以上ご質問をいたします。はい、ただいまの質問に対する答弁を求めます。はじめに町長千葉茂君登壇願います。皆さんおはようございます。本日もよろしくお願いいたします。海野議員の阿見町のシンボルである桜の保全と利活用についての質問にお答えいたします。1点目の茨城大学農学部国際フィールド農学センターに面する桜遊歩道の整備の経緯についてであります。桜遊歩道は都市計画道路中郷寺子線の整備に伴い平成9年から平成10年にかけて町で整備を行いました。当時茨城大学農学部の敷地の一部が道路用地にかかり、そこに防風林を兼ねた松並木が存在しておりました。大学側との物件保証の協議の中で金銭による保証ではなく機能保証の申し出があり、保証費相当額の工事を町で実施いたしました。大学も地域住民に開かれたキャンパスの環境整備を望んでいたため、大学側の敷地内に防風林の植栽と合わせ景観に配慮した遊歩道やその他の植栽の整備に取り組んだものであります。また都市計画道路中郷寺子線沿線は現在景観形成道路に指定されておりますが、当時より町の景観形成を誘導する路線とし計画していたことも整備を進めた一因になったと考えております。2点目の桜遊歩道の管理及び各施設の桜の管理や費用についてであります。桜遊歩道は茨城大学農学部の施設であるため大学で管理を行っております。茨大農学部通りと爽やかセンター北側道路の桜の街路樹は合わせて271本ありますが、2年に1度の剪定と年に4回の消毒を行っており、費用は年間で約370万円となっております。役場敷地内の桜は20本ありますが、必要に応じた剪定のほか年に4回の消毒を行っており、費用は年間で約19万円となっております。各小中学校につきましては約320本ありますが、その他の樹木等と合わせ年に4回から5回の消毒を行っています。費用は小中学校の学校樹木全体で業務を発注しておりますので、桜のみの費用は分かりかねます。爽やかセンターのセンター西側の広場につきましては36本の桜があります。必要に応じた剪定のほか年に4回の消毒を行っており、費用は年間で約35万円となっております。総合運動公園の桜は約170本ありますが、年に1回の剪定と消毒を行っております。費用は年間で約140万円となっております。3点目の茨城大学農学部農場の南側に遊歩道を整備し
桜並木を鑑賞できる機会が作れないかについてであります。茨城大学農学部農場の南側は茨城大学の敷地であることから町で整備を行うことは考えておりません。4点目の質問につきましては教育長から答弁いたします。以上です。次に教育長立原修一君登壇願います。おはようございます。よろしくお願いします。4点目の阿見町文化財調査研究会樹木班が調査した茨城大学農学部周辺の桜についてであります。文化財調査研究会は町民有志が所属し町の歴史や文化を調べ秋に文化財展として成果を展示しております。茨城大学農学部周辺の桜は令和4年度の樹木班の研究成果になります。現在のところ書籍化等は行われておらず展示終了後は町民の目に触れる機会が少なくなっているのが現状です。樹木班に限らず他班の成果も含めた中で文化財調査研究会の文化財展後の研究成果を書籍化するなど活用の検討を進めております。以上です。はい、11番海野隆君。はい、まあ、それぞれ、ご答弁ありがとうございました。ご答弁ありましたけれども、まず桜遊歩道の管理についてですけれども、まあ、皆さんねその遊歩道を通ったことがあるかどうかわからないんですけれども、まあ、よくね、前議員の佐藤孝明議員がね、散歩道にしていて時たま外側じゃなくて中側の遊歩道を通っているというのを見かけたことがあります。で私も暑い最中にね緑荫といいますかね緑の影を求めて、辺を歩って、歩いてる人もたくさんいました。それでね、行ってみるとね気がつくわけですよ。もうたくさん桜の木あるんですけども中には枯れているような木こういう木もねあるんですよね。それでご答弁ではね茨城大学の校内になるのでこれはその茨城大学がまあ管理していますと、まあ、一言だったんですけれども、お金を町が出したと、まあ、保証としてですね出したということもあってですねこの桜の桜遊歩道のですね管理についてもう少しね大学と話し合ってですね、見てもいいんじゃないかなと私は思っているんです。でその阿見町の桜、まあ、冒頭ね質問で述べましたけれども桜の木がたくさんあるところはね結構あるわけですよ。あるんです。だけど阿見町はこの園芸品種ではほとんど網羅されている種類、まあ、80何種って言いますけども、まあ、大体100種あると全ての園芸種は網羅されていると。でそれが阿見町にはあるっていうことなんですよ。でこれ非常に貴重で重要だというふうに珍しいというふうに思っています。でこれは茨城大学のね、まあそこは農学部なんでやっぱり樹木に関する専門家の先生がいるわけですね。それでその大学の整備をするときにですねせっかくだから桜を整備しようということでその、まあ、桜を、まあ、植えたわけですね。でそのときに、まあ勝手にあちこちから持ってきたんじゃなくてですねこの非常に来歴がはっきりした品種をね集めたということになっています。ですからその植えた当初はね、今もプレートはつけてありますけれども、まあ、一部もプレートがなかったようなないようなね樹木もあって、この桜なんていう桜なのかなというふうに見ることもあってですね、で私も実はねほとんどそれ知らなかったんですよ。知らなかった、桜っていえばもうソメイヨシノみたいな感じでねで時たま早咲きはこれは河津桜かなと、まあ、この程度の知識しかなかったんですけれども改めてねその樹木班の
この報告書を読ませていただいて、非常にこれ貴重なものだというふうに思いましてですね、多分ね、町民の皆さんの中で、これ樹木派の人は知ってますよね、調査したから。でもそれ以外の人でね、阿見町に80種100種のね、その桜があるということはほとんどわからないんじゃないかと思うんです。で、まあ、現状さっき桜遊歩道の現状を述べましたけれども、まあ、今本当に杉とかヒノキとかね、ヒバとか、まあ、いわゆる常緑種ですね、これがまあ繁茂してしまってですね、まあ、もちろんそうすると日が当たらないので、樹勢も弱るということで、だいぶちょっと整備した方がいいんじゃないかなということなんですけれども、改めてね、これ再質問ですけれども、誰が再質問答弁するか分かりませんけれども、その桜遊歩道の管理についてね、冒頭述べましたけれども、桜の種類名札ですね、これを付け直すように大学に言うと同時にですね、そのあそこの管理について、まあ、申し入れをする、あるいはですね、その町として協力できることは協力する、例えば道路里親とか、なんとか里親ということで、いろんなその、まあ、金銭的に負担をするということではないけれども、そういうその制度があるようですので、そういう形でね、その大学とね、話し合ってもらうようなことはできないかということについてですね、再質問をさせていただきます。お願いします。はい、ただいまの質問に対する答弁を求めます。はい、産業建設部長井上実君。お答えいたします。答弁の方にもございましたが、桜遊歩道につきましては、まあ、茨城大学の管理ということで、大学内の敷地になりますということで、基本的には大学が対応するべきというふうには考えておりますが、議員ご指摘のとおり、整備しました経緯等を踏まえますと、当初とは異なった管理状況になっているというふうに感じております。で、今回このようなご意見があったということを含めまして、大学側に話をしていければというふうに考えております。で、あと補助制度、道路の里親等、そこら辺につきましてはちょっと今の制度的には道路上ということになってますので、そこら辺も考慮しまして、いろいろ検討していきたいというふうに考えております。以上でございます。はい、海野隆史君。もう一問再質問をさせていただきます。これは教育委員会の方に再質問させていただきますけれども、まあ、先ほどの答弁ではですね、まあ、検討しますと画面にね、検討すると、まあ、こういう言葉が使われておりましたけれども、これはね、ぜひね、進めていただきたいということをね、明言していただきたいと思います。で、まあ、この一般質問をするのはね、やっぱり報告書を読んでですね、あ、こういうことがあったんだということで、まあ、この一般質問をするっていう意欲に駆られたわけですよね。それでもってやっていますので、ぜひね、進めるということでお願いしたいと思います。それでね、桜のね、名所、私も何本かはね、名札がついているので、それをしっかりこう見ましたけども、まあ、非常にユニークな名所がついています。で、ある時ね、茨城大学、まあ、農場ですね、入り口がありますけども、あそこに桜並木があるんですよね。で、そこにインドネシアからの留学生が桜見だな桜見をやっていてですね、何人もそれでいろいろ話したことあるんですけども、でふっと見たら、これは仙台屋っていう名所がついてるんですよね。で、仙台屋って一体何かなと思って、仙台の仙台なんですよ。だから仙台に関わる話かなと思ったらですね、これ今 NHK テレビでですね、やってますけども、ランマンの主人公ですね、牧野富太郎、まあ、この人が名付けたと。で、それはたまたま彼はこう信州を求めて全国各地を歩くわけですよね。それでたまたま高知県ので泊まった仙台屋っていう旅館だったらしいんですけど、その旅館の庭先に咲いているのが、これ新種だと、新しい品種だということで、新種登録をして、
まあ、仙台屋っていう名称になったんですけれども、まあ、そういうことも含めてですね、非常にあの有名で、まあ、あんだけあの並木があるのが全国にあるのかどこにあるのかよく分かりませんけれども、県内ではそんな話一度も聞いたことはないので、まあ、これもね、今あの爛漫の主人公の牧野富太郎が名付けた仙台屋という桜が、あの茨城大学道場の入り口のところにですね、並木となってありますなどというとですね、来年ですね、たくさん観光客っていうか、それを見に来る方が来るかもしれません。それでね、まあ、全ての桜はね、映像として残してあるようですし、その もちろん書籍に、報告書としてしっかりとした書籍に残すことはもちろんですけども、まあ、ホームページであるとか観光協会等のホームページ、こういうことにもその町民の皆様、あるいはその全国の人にも目に触れるような形で、やっていただきたいと思います。で、再度答弁しますけども、検討と言わずにもう進めるということでやっていただきたいと思いますけども、お願いいたします。ただいまの質問に対する答弁を求めます。はい、教育部長飯村浩一君。はい、それではお答えさせていただきます。議員が言われました通りですね、文化財調査研究会の諮問班、こちらが調査しました、大学周辺の桜については、貴重な報告書だというふうに認識してございます。先ほど答弁の中では検討しますという表現をさせていただいておりますけれども、できれば令和6年度に書籍化をできるように3か年の方に計上させていただいております。で、まあ、要望、予算の方も要望を続けまして、実際に実施に向けて進めてまいりたいというふうに考えております。またですね、調査の成果の周知につきましては、まずは町のホームページの方にですね、教育障害学習課のホームページの中に、文化財調査研究会のページを設置しまして、そちらの方で、貴重な資料を広く公開するというようなことをまずは手掛けたいというふうに思っております。以上です。はい、海野隆君。それでは次の質問に入りたいと思います。まあ、次の質問はですね、まあ、網町における有機農業への取り組みおよびオーガニック有機農産物ですね、給食の導入についてについて質問をいたします。まあ、政府はですね、2050年までに有機栽培に取り組む耕地面積の割合を 25% まで拡大する目標を、2021年度に緑の食料システム戦略で打ち出しております。有機農業は農業の自然循環機能を大きく増進し、かつ農業生産に由来する環境への負荷を低減するものとされ、地球の環境を保全し次世代につないでいく営みであると言われています。農業分野での SDGs の取り組みの例として有機農業の推進などが目標となっております。まあ、茨城県では2019年に茨城オーガニックステップアップ事業、2022年6月、まあ、昨年ですね、6月に茨城オーガニック生産拡大加速化事業を創設して、しました。まあ、その結果ですね、常陸大宮市、三好地区の約20ヘクタールの有機モデル団地が形成され、JA やさと有機栽培部会が生協等の消費者団体との連携、学校給食等への有機農産物の提供などで日本農業大賞を受賞しております。まあ、一方、オーガニック給食で全国の状況を見れば、まあ、隣県である千葉県いすみ市や栃木県小山市の取り組みが注目されております。いすみ市では2012年に環境保全型農業によるまちづくりを宣言し、有機農業を行う農家を支援し、2017年10月には学校給食をすべて有機米に転換し、2022年に給食費を完全無償化しております。地産地消による町の活性化や環境負荷の軽減、地域のブランド化を図るなど、特色ある町づくりに成功していると思います。また、農林水産省では、食料、
農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現する緑の食料システム戦略を策定し、2025年までに全国で100市町村のオーガニックビレッジを目標としております。で、まあ、先ほど述べました小山市ではですね、市長がリーダーシップを発揮して2021年に有機農業推進協議会が発足し、令和5年3月に栃木県初のオーガニックビレッジを宣言しております。阿見町における有機農業への取り組みおよびオーガニック給食の導入について、お伺いいたします。1、茨城県内自治体の有機農業の取り組みと現状について。2番、阿見町の有機農業の現状および今後の方向性について。3番、地域の有機農業の振興を図るため有機農業推進協議会等の研究会を組織する考えはないか。4番、オーガニックを給食に導入することにはどんな意義があると考えているか。5番、オーガニック給食の茨城県内自治体の現状について。6番、阿見町の給食における有機、食材採用の現状および今後さらに取り組みを進める考えはないか。以上6点についてお伺いいたします。それではただいまの質問に対する答弁を求めます。はじめに町長千葉茂君。阿見町における有機農業への取り組みおよびオーガニック給食の導入についての質問にお答えいたします。1点目の茨城県内自治体の有機農業の取り組みと現状についてであります。茨城県においては令和元年から県北地域を中心に有機農業のモデル団地形成の取り組みが行われ、常陸大宮市三好地区において市外から有機農業に取り組む農業法人の新規参入を契機に有機農業団地が形成され、農作物の付加価値向上につながる取り組みが進められています。県南地域におきましては主に石岡市やつくば市において有機農業が行われており、石岡市の JA 八郷有機栽培部会において JA が有機農業での独立を目指す新規就農者を育成し、安全な堆肥作りや緑肥の活用による自然と調和した土作りに力を注ぐことで安全安心でおいしい有機農産物の栽培に取り組んでいます。2点目の阿見町の有機農業の現状についてであります。阿見町において化学肥料や農薬を用いない有機農業に本格的に取り組んでいる認定農業者が1名いることを把握しておりますが、町内の有機農業の詳細な実態調査は行っておりません。また有機農業ほど厳格ではなく、その思想を取り入れた栽培方法として特別栽培農産物とエコファーマーの認定があります。特別栽培農作物とは農作物が観光レベルに比べて節減対策農薬の使用回数が 50% 以下、化学肥料の窒素成分量が 50% 以下で栽培された農作物のことで、町内では4品目18名の農業者が県の認証を受けております。エコファーマーとは堆肥の適正量を守り、化学肥料、農薬の使用量の低減などに取り組む持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画を県知事に提出し認定を受けるもので、町内では35名の農業者が認定を受けております。今後の方向性についてと、3点目の地域の有機農業の振興を図るため有機農業推進協議会等の研究会を組織する考えはないかについては関連しますので一括してお答えいたします。現在の阿見町の農業は農産物を効率的に安定して大量生産できる観光栽培が主流となっており、町では効率的な農業経営を進めていくために担い手への農地の集積集約化を推進しているところです。しかしながら地球環境への負荷の低減並びに安全かつ良質な農産物に対する需要の増大等を考えた場合、有機農業は大切な農業の方向性として認識しております。有機農業の振興につきましては現状の町内における詳細な実態が把握できていないこともありますので、
まずは町内の有機農業の現状や農業者の意向把握、先進地の事例などの情報収集に努めるとともに、連携する大学の先生や JA など関係機関とご相談させていただく中で、協議会の必要性も含めた今後の方向性について検討してまいりたいと考えております。4点目から6点までの6点目までの質問につきましては、教育長から答弁いたします。以上です。はい、次に教育長立原修一君。4点目のオーガニックを給食に導入することの意義についてであります。オーガニックについては、化学肥料や農薬を使用していない農作物で、環境に優しいものであると認識しております。オーガニック食材を給食に導入することについては、児童・生徒へ安心・安全な給食を提供することができ、有機農作物に対しての認知度を高め、食育の推進になるなど意義があると考えております。5点目のオーガニック給食の茨城県内自治体の現状についてであります。令和4年度に茨城県内でオーガニック給食を実施した自治体は6市村であり、米や数種類の野菜を食材に使用しておりました。現状ではいずれの自治体でもオーガニック給食は部分的な導入に限られています。6点目の阿見町の給食における有機食材採用の現状及び今後さらに取り組みを進める考えはないかについてであります。阿見町の給食では現在のところオーガニックに特化した献立は提供しておりません。オーガニック給食を導入するためには、食材となる米野菜の供給量の確保及び価格面での課題を解決する必要があります。現在は地産地消の推進に力を入れており、米はすべて町内産のコシヒカリを使用し、野菜はできる限り町内産を使用しています。このためオーガニック給食を導入する場合にも町内産の食材を使用したいと考えております。地産地消とオーガニック活用を並行して進めていくためにも課題がありますが、今後も関係機関等から情報を収集しながら研究してまいりたいと考えております。以上です。はい、海野隆史君。この質問は第1回目かな、3月の議会でね、同僚の難波議員がね質問をしておりました。多くの質問の中でやったので、特化してねお話しすることはなくて、私からすると少しこうちょっと物足りないというところがあったものですから、難波さんに敬意を表してですね続いてやらせていただきました。で私はね先ほど答弁でね有機農業の町内における実態は把握できていないと、あるいはというようなことでしたね。で私もこの質問をするのにいろいろとあちこち聞き回ったんですけど、なかなかね実態が見えなくてですね、私もまずはね町内のその有機農業の現状とか、農業者の意向把握とか先進地の事例などのね情報収集に努めるということが、最初かなというふうに思っていたんですよ。だけどしかしその先日ねこの質問をするために、茨城大学の農学部のね小松崎正和先生の研究室をお尋ねしてね、でカクカクシカジカで一般質問するんだけれども、ちょっと有機農業の現状について教えてほしいと、そういうふうにお尋ねしたんですね。で先生はね多分県内のシンポジウムなんかでもですね主催をされていてですね丁寧に教えてもらいました。それでいや皆さんそうだったらその有機農業はなくて有機栽培前を補助にあるから見に行こうっつってトラックでね乗せてってもらってですね五反部の補助がありました。五反部の補助で、あぜのこっち側は普通のコシヒカリですね。でこっち側に五反部のそのコシヒカリの補助があってですね、
まあ、それを見学をさせていただいたんですけども、まあ、大体7年ぐらい経つと。それで大体その栽培技法とかですね、もちろん農機具メーカーなんかも非常に協力をされているようで、まあ、そういう知見というんですかね、そういうものは積み重なってきていると。で、まあ、網町はね、その茨城大学と連携協定を結んでですね、さまざまなその茨城大学のその知識というかな、そういう研究とかそういうものをですね、まあ、利用してるし、まあ、お願いしていろいろやっているわけですよね。それでその、まあ、先生にどうでしょうねなんて話したら、大学としてももし自治体がですね、その地域で有機農業に取り組むということがあれば、もちろんぜひとも全面的に協力したいと、まあ、こんな話でした。で、まあ、とにかくね、まあ、そういう意向はあって、しかしまあ町内の実態がわからないというところなので、まあ、手探りでやっていくしかないんだけれども、まあ、いずれにしてもその有機農業というのは、私は今後の日本の農業、阿仁町の農業はもちろんだけども、日本の農業にとってまあ必要不可欠、そういう方向性でいくということが必要だと思っておりまして、ぜひともですね、有機農業に関心を持つ生産者とか、あるいはその消費者、JA 等の、ね、関係者と大学にも協力をいただいてね、まあ、早めにですね、研究会あるいは協議会等をね、組織を作って、まあ、検討していただきたいというふうに思っています。まあ、その形はね、どういう形にするかは、まあ、そちらというか行政側でね、やっていただいて結構なんですけども、そのことについて再度ですね、ご答弁をいただきたいと思います。はい、ただいまの質問に対する答弁を求めます。はい、産業建設部長井上実君。お答えいたします。先ほど答弁でもお答えしました通り、まずは阿仁町におけます有機農場の現状把握、あと生産者の意向、先進地事例、あと気候や立地などその地域によって違いますので、そこら辺の特性を踏まえまして調査研究を行うとともに、連携協定を結んでいます大学の中で知見のある先生ですね、今言われました駒崎先生と、あとは JA 等の関係機関と相談をさせてもらいまして、研究会や協議会等の対応につきましては今後検討させていただきたいと思います。以上でございます。海野隆君。続いてはね、学校給食センター、まあ、学校給食、オーガニックの学校給食の採用の件について再質問をしたいと思っています。で、これ、ね、卵が先か鶏が先かみたいなところがあるんですよね。で、それはその、まあ、有機農業が町内に十分普及していないと、じゃあ学校給食で、採用しようとしたってあるんですか、ものが、とこんな話になるわけですね。だけど、生産者にしてみればね、これ有機農業農産物作ったけども、これどこに履けるのと、まあ、こういう話になって、まあ、その安定的にそれが売れるというかな、作った人がその販売できるっていうのは、まあ、学校給食が比較的有力じゃないかと思います。しかも、まあ、いろんな有機の産物あるんだけども、資料をいただいてね、その米をやってるのは笠間市だけですかね。あとは葉物、根菜類、これは学校給食で有機農産物を活用しているということがあるようですけども、まあ、そのまずもってね、その有機栽培米、これを阿仁町の学校給食では全面的にやりますと、3年後とか2年後だから何年か分からないけども、そうしてその栽培農家を募ればですね、その進むんじゃないかと思うんですよ。ですから卵が先か鶏が先かではなくて、まずこれはね、教育長なのか町長なのかよく分かりませんが、そのまずね、阿仁町においてそのまあ有機農産物をその給食に取り入れようと、こういうトップダウンですね、主導した取り組みをしていただきたいと私は思います。で、まあ、霞ヶ浦には昔コウノトリがたくさんいたらしいですね。で、この小山市、いすみ市、もう全部コウノトリにまつわることで有機農産物、有機栽培を始めたようですね。これ
兵庫県の豊岡市ですかね、あそこにあのコウノトリをもう一度、一度絶滅したコウノトリをですね、もう一度復活するという、まあ、プロジェクトがあって、ずっとでそのコウノトリが渡良瀬遊地市に来てみたり、あのこの鹿島の方にも来たのかな、この前あの新聞報道されてましたけども、まあ、だんだん少しずつね、その農薬が減らされて、人の体にも優しいようなね、農業になっていくんじゃないかな、自然になっていくんじゃないかなということを感じましたけれども、この学校給食で取り組むということについて、ぜひね、これあのトップの決意をですねお伺いしたいと思うんですけど、いかがなもんでございましょうか。はい、ただいまの質問に対する答弁を求めます。はい、飯村浩一君。お答えいたします。トップではないのですが、申し訳ないですがお答えさせていただきます。あのオーガニック給食についてはですね、環境にも優しい、食育にも、つながるということで、十分意義は分かるところでございます。ただ、答弁でもお答えしました通り、それにあの海の議員も認識されている通り、あの現在、有機野菜が盛んに行われている状況でないことに鑑みますと、やはり、町ぐるみでこう生産者を意向を確認せずに、現段階で、行うというのは難しいような気がしております。ですので、まずは、先ほど答弁でもありましたが、調査からということですので、その辺の状況を鑑みながら、今後の進み方を考えていきたいというふうに思っております。以上です。海野隆史君。まあ、あの紛れもなくトップですよ、教育部長はと思いますよ。ぜひね、あの大きな方向性を示していただければ、そういう方向にですね、あの進んでいくと思うんですよね。でこれはあの誰かがあの政策の方向性をあの上げないとね、あの進みませんから。あの現状だけダメだダメだって言ってないでですね、大きな政策の方向性を示していただきたいということで、今の質問を終わりにしたいと思います。それではいいですか。あ、ちょっと待って、はい、はい、町長千葉茂君。トップの意見ということでありましたので、まあ、部長からまあ話がありましたけれども、まあ、私もあの大変オーガニックについては興味がありまして、大学院の時もいすみにちょうど始まった頃だと思います、報告も聞いて見にも行きました。まあ、それから難波議員の質問の時でしょうか、まあまあ、周りの状況も確認をしました。まあ、その当時ですね、やはり今もそうかもしれませんけれども、始まりはきっとトップダウンだというふうに思います。いかにしてその首長がですね、この政策について理解をして、まあ、大きな組織を動かしていくか、そしてまたあの生産者に寄り添った形でですね、まあ、所得も上げていくというようなことで、まあ、循環型になろうかと思いますけれども、まあ、そういった中でですね、やはりあのその当時私はお米の方で、まあ、有機米ですか、まあ、その話を、まあ、生産者に尋ねたところ、いや町長、あの害虫だとか、それから雑草だとか、その対策が大変だと、それから割と生産コストが高い、その割に取れない、生産量が少ないというようなことで、まあ本当にあの金額を普通の米よりね、たくさんもらわなければ合わないというようなこともありまして、その中で今度コロナになってしまいましたから、まあそういったことをもう少し消えてしまいましたけれども、いい機会でありますので、もう一度検討させていただきたいと、まあ、部長が言っているように、まず調査から始まり、またあの生産者がいなければ始まらない話でありますし、米に特化したものなのか、刃物も含めてということになりますと、一年中生産をしなくちゃならないということもあります。まあそういった中でですね、またあの JA もそうですし、それから茨大の農学部にもご助言をいただきながら、まあ、進めさせていただきたいというふうに思います。まあ、前向きに検討してまいりますので、よろしくお願いいたします。いいご提案でした。ありがとうございました。
はい、海野隆君ありがとうございました。それでは最後の、ね、質問に入りたいと思います。まあ、3番目は網町名誉町民の選定についてお伺いします。まあ、網町名誉町民条例は平成27年、まあ、3月23日に制定されております。以来7年が経過をしておりますが、この制定の条件に合致する人物がいなかったのか、まあ、今日に至るまで名誉町民の選定は行われておりません。まあ、1955年昭和32年にですね、4月に相町が誕生して、まあ、70年の歴史が重ねられております。もう少しでですね。で、明治以降の、近代網地域として考慮しても、まあ、江戸から過ぎた明治以降ですね、155年という、まあ、長い歴史を積み重ねております。まあ、名誉町民に選定されるべき先人がいなかったのかと理解することはちょっと残念なことだというふうに思います。で、私は名誉町民にふさわしい業績を挙げた人物は存在していると考えております。そこで以下、網町名誉町民の選定について伺いたいと思います。 1. 名誉町民を選定するそもそも意思はあるのか。また条例制定以降、名誉町民選定の検討はどのように行われてきたのか。2番、2025年に網町は合併70周年を迎える。2023年8月現在、常住人口の5万人突破は目前で、最大の市政施行要件をクリアし、その年の国勢調査でも人口5万人を超えることが確実視されております。その機会が名誉町民を選定するタイミングだと考えますが、どうでしょうかと。はい、ただいまの質問に対する答弁を求めます。町長千葉茂君。はい、議長。網町名誉町民の選定についての質問にお答えいたします。1点目の名誉町民を選定する意思及び名誉町民選定の検討についてであります。網町名誉町民条例は県内の44市町村中、東町及び西村を除く41市町村で条例化されている状況を踏まえ、平成27年3月27日に制定されました。制定の意思をもって制定に至ったものでありますが、条例制定以降、具体的な候補者について検討を行ってきた経緯はございません。2点目の名誉町民を選定するタイミングについてであります。網町名誉町民条例は、社会の進展に著しい功績があった者に対し、網町名誉町民の称号を贈り、これを検証することを目的としております。また、名誉町民の検証を行うことで、町の魅力を高め、町内外に向けての発信をすること、さらに町民の郷土愛の醸成や、町への帰属意識を高めることも大きな目的の一つになると考えます。以上のことから、町村合併70周年を迎え、町を総括する節目の年となる令和7年度、または令和8年度以降に市政施行が実現したときなどは、町を内外に発信する大変良い機会であると考えられます。今後は条例をより実効性のあるものとするため、他市町村の先行事例などを調査研究し、施行規則及び選考基準等の整備について検討してまいります。以上です。海野隆君。ありがとうございました。条例にね、こういう人物を名誉町民に名誉町民としたいということが書いてあるということで、ご答弁があったようですけども、私はもうちょっとね、その具体的なその基準みたいなものをね、作る必要があるのではないかなというふうに思いまして、再質問させていただきます。で、2014年、今となっては何年前になりますかね、9年前ぐらいになりますかね、6月議会、そこの一般質問でね、その私がですね、名誉町民条例の制定を行い、郷土の先人や歴史を正しく伝承するべきであると、名誉町民条例制定の必要性を訴え、翌年2014年ですね、制定したということで、
まあ、私が質問してから8年以上経過をしております。で当時ねやり取りの中で私はね7人の人物を挙げたんですよ。7人の人物で、まあ、これここで改めて言いますけども、下村千秋、湯原はじめ、中山倉尾、吉田定蔵、大久保生地、中井川博史、歌舞伎正一の名前を挙げてね、で当時の教育長、立ち原教育長じゃなかったんですけども、当時の教育長からはね、鈴木康武と鈴木安部ですね、鈴木村開拓をした、この人物の名前も出ました。でいずれもね、この近代網地域で非常な貢献をした人物だと思います。でそれぞれ顕彰碑が立っていたりとかですね、町内を歩くと顕彰碑などが立っております。で今回はね、まあ、それに加えて、まあ、候補者っていうかな、こういう人はふさわしいんじゃないかなという人物についてね、お話したいと思います。まず第一はですね、その大場美奈子ですね。これは実国を執事として芥川賞作家、まあ、この人は網町には非常に思い入れがあってですね、小説の中でもたびたびね網町のことについて触れています。まあ、椎名さん、椎名家ですね、今ももちろん子孫はお住まいになっているわけですけども、まあ図書館のね図書館に、大場美奈子の遺品がね、寄贈されて、大場美奈子コーナーができたり、それ以降もまた寄贈されてですね、私はもうちょっと網町立図書館としては受け止めて、もうちょっとしっかりとしたね、その大場美奈子コーナーをですねやっていただきたいと、まあ、これは話とはちょっと違うんですけども、でその条例ではね、条例、網町の条例では、まあ、称号を送る条件としてね3つの条件を挙げているんですね。でそれによるとね、必ずしも網町出身であるという必要はまずないと、またその称号を送る際に生存している説明もない、まあ、いわゆる死んだ後、まあ、遺贈ですね、こともできると、つまり死没遺贈ができるということになっていると、まあ、私は解釈いたします。で8年前の一般質問の時にはね、まあ、あえてね生きている人の名前は挙げなかったんですよ。でしかしね、当時ね、あこの人は名誉町民にふさわしいというふうに思う人が1人2人ぐらいいましたけども、まあ、ここでは1人だけ言ってみると、まあ、2022年4月に亡くなったね、網町出身の俳優である日本野鳥の会会長、もうパッと皆さん頭に浮かんだと思いますけども、柳生博さんですね、島津出身、でこの方などはね、名誉町民にいかにもふさわしい人物だなって私は個人的には思いました。で、そこでね、再質問をしたいんですけども、もう少し具体的な選定基準をですね作っておくべきではないかなというふうに思います。で国とかですね、でも多分そういったですね叙勲とか勲章を授けるとか、いろんなその時にですね、多分こう基準があって、まあ、当然死後追贈もしているということもあって、もうちょっと相町でもですね基準を具体的に決める必要があるんじゃないかなと。これもう一つはね、その千葉網町と災害協定を結んでいる千葉県の酒々井町ですね、これアウトレット園に圏央道園にですね、でそこではこれまで2名の、ね、名誉町民が選定、されています。1人は町長さんだったんじゃないかなと思いますけどね、歴代町長が全員なっているということではありません。最近の水戸市ではね、歴代市長は全員名誉市民になっているという例があるようですけどね、ということでまず、そうは言ってもね、芸術とか教育、福祉、産業、学術、まあ、いろんな分野、スポーツは言いました、スポーツも含めてですね、分野ごとに基準を作る必要があるんじゃないかなと思うんですね。だからこれについてまず質問をしたいと思います。合わせてもう一問、2つ再質問しますね。もう一つはね、一つですか。じゃあいいよ。
ただいまの質問に対する答弁を求めます。町長公室長佐藤哲郎君。お答えさせていただきます。先ほど町長の方からも答弁させていただきましたが、今後その施工規則等まだ整備されておりません。さらに選定基準等も整備されていないというようなことでございますので、他市町村の事例等を研究しながらですね、制定に向けて検討してまいりたいと考えております。以上です。海野隆君。それでもう一つ、名誉町民、名誉町民というのは非常に重い称号だと思いますね。これは本当にもちろんその人の業績で、後継者で、後継者というかずっと歴代名誉町民としてね、顕彰されるので、でその名誉町民とはまた別にですね、その町民栄誉賞的なもの、例えばそのスポーツで、全国大会でですね、この優勝して、それでその兄町の名を高めたと、こういう人、これはなかなかね、名誉町民っていうんじゃと思うけども、しかし町民栄誉賞のようなこういう形でですね、その検証してあげると、これはこういう形で表彰してあげたらいいんじゃないかなと思います。で、例えば文学賞、例えば文学賞ってありますよね。文学賞、芥川賞、直木賞、これは誠に重い賞だと思いますが、その他たくさん文学賞ってあります。で、直近ではね、県庁の職員だった今出身の方がですね、その松本清張賞、これも文芸春秋社では非常に今後期待できるということで設けてやってるんですけども、この方が受賞したんですけども、こういう人はね、これね、やっぱり少し表彰してあげてもいいんじゃないかなというふうに思うんですね。それでその相町にはね、表彰規定2つあるんですね。1つは消防に関する表彰、消防ですね。でもう1つはね、教育委員会表彰ですね。でいずれも消防や教育、文化、体育、スポーツの各分野に顕著な成績を上げたものを表彰する規定になっています。でこれまでも表彰されていると思いますけども、しかしいずれもね、町民の多くに、認知されているというのはちょっと言い難いんじゃないかなと、ということでですね、阿見町でも改めてその名誉町民とは違う、異なる町民栄誉賞的な規定を設けて表彰すべきではないかなと思いますけども、この点について、ご答弁をいただいて終わりにしたいと思います。はい、佐藤哲郎君。はい、お答えさせていただきます。ご指摘の通りですね、町の表彰には、阿見町消防に関する表彰規定、それから、阿見町教育委員会表彰規定のほかですね、10年ごとに開催されます町村合併式典に合わせて制定する表彰要項というものがございます。この要項に基づきまして、自治功労表彰、それから部門別の功労表彰、それから全校表彰などを行っております。本町の政治、経済、社会、文化、その他各班にわたって町政の発展に寄与し、またはその特業が町民の模範となるものおよび団体ということで表彰させていただいております。今後の表彰のあり方でございますけれども、ご質問にありましたその町民栄誉賞的なものも含めまして、他市町の事例ですね、を調査研究を行いまして、検討してまいりたいというふうに思います。以上です。はい、これで11番海野隆君の質問を終わります。